前回村のダンス大会がありました。ペニーに振られました。マルにも振られました。アビゲイルにも振られました。ヘイリーにも振られました。こんな村滅びちまえばいいのに、ついに鳥小屋を建てました。おはようございます。スタディーバレーの続きやっていきたいと思います。前回はようやく念願かなった鳥小屋を建設が始まりました。まずはテレビチェックから、占いだね。どんな位置、これ全然当てになんない。とても幸せ。お、いいね。っていうことで、じゃあちょっと海辺とか行ってみようかな。あー、やっぱり春で幸せだと桜が舞い散ってる感じなんですね。まだカリフラワーは取れない。あ、サヤエンドウとイチゴゲット。あとここら辺はまだか。ふむ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 。でとりあえずじゃあこれ入れちゃおう。あれどこだ。あったあったあった。取れてるかな。取れてないか。よし、水やり終わり。今日やることは今日やることは採掘をしに行きたいんだけど、とりあえずチェリーボムでしょ、採掘に必要なのは。今日の朝からか、建設が始まったっていう鳥小屋はどうなったんだ。鳥小屋、鳥小屋、あ、いる、ロビーン。ちょっと待って、私にはやることがいっぱいあるの。怒られちゃった。なんかやってるやってるやってる。じゃあロビンよろしく頼む。おお、建設始まったね。まあ春には間に合わないかな今日は。うん、さてじゃあ行きますよ。もうね、20階まで行けるようになったんで、目指すはとりあえず今回25階を目指したいと思います。あれ、これなんだ。あ、釣りができんのか。20階では一気に釣りができるようになる。こういうのは剣を使ってやると体力が減らないってコメントでありましたね。お、早速あった。とりあえずガンガン先に進みたいと思います。無駄に体力を使わないようにする採掘で。まあ明らかな銅鉱石とかあったら使うけど。よよよよよよよ、もう結構だいぶね、あの剣が強いから。うん、うわ、こいつらが強いんだ。こいつらがね、あの飛ぶ、厄介な飛ぶ虫になる。よしよし、危ない危ない。早めに早めに倒しとかないと厄介。うわー、来たよ。もうあいつほんと嫌なんだよな。タイミング切る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 。よし、食らっちゃった。まあいいや。うっそー、もう来たのか。マジかマジか。あそこに箱があるな。箱は全部剣で切れるってコメントで教えてもらった。よいしょ、よし、オッケー。おー、よし、あいつ倒したから階段出た。剣、お、アメジストが出た。いいねー。でこれで23階かな。23階まで来ました。この虫は一撃なんだよね。この虫倒す音がちょっと嫌だよね。こいつが、こいつらが厄介なんだよね。よっしゃ、階段出た、ラッキー。え、また階段出た。よしよし、ラッキー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 。まあどっちの階段選んでも一緒なんだろうけど。よし、もうサクッといっちゃおう。こっち。これで24階銅鉱石が出る。うー、自分で探す階か、これは。ありゃー、自分で探す階ですか。お、これはオパールだったっけ。2、3回、4回、5回。オッケー、オパール。結構、トパーズだ。ごめんなさい。オパールじゃない、トパーズ。贈り物として喜ばれるって書いてあったな、鉱石系は。やばいか、これ、もしかして。はしごないパターン。あれ。はしごがないパターンか。よいしょ、よいしょ、よいしょ。アメジスト、オッケー、出た出た。じゃあこれで25階。はい、25階、チーンとエレベーターが来るようになりました。はい、スライムは壁はめでオッケー。よし、これでエレベーターで一気にこっち来れる。うーん、こいつらが厄介なんだよな。無視しとくか。あああああ、こいつらちょっとでも相手するとあの飛ぶ虫に成長するから厄介。でも倒さないとはしごが現れないパターンもあるのか。よよよよよいしょよいしょ。よし、うーん、はしごは現れない。はしごがない。とりあえずモンスターを倒しておくか。うん、エネルギーがもう半分くらいしかない。よし、出た。オッケー、26階。よいしょ、26階まで来たぞ。えいえい。出ろはしご。出ない。お前、お前、はしご出せ。はしご出ないか。
あーやばい、この緑色になったらなんかしないけど虫がいっぱい湧くはず、確か。その前によ結構厄介なんだよな。なんなんだこいつら。よいしょ。いや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 、湧きすぎ湧きすぎ。すぐなんか攻撃の方向を定められないのが厄介なんだよね。まあちょっとしたら収まるんだけど、上向いてほしい。下か。まあいや、もうちょっと多少のダメージは覚悟して。うやー気持ち悪い。よいしょ。ふぅ、まだか。よっしゃ、よかったよかった、はしご出た。はしご出たからまあいいとしよう。よいしょ、よいしょ、オッケー、逃げる。ふぅ、これで27回、お、石がいっぱい手に入った。お、水晶ゲット。はしご、はしご。でも、銅鉱石もまあ必要っちゃ必要なんですけど、とりあえず、あれかな。でももったいないかな、木箱とか見つけたら壊しに行くか、ちゃんと。なんかレアだね、洞窟人参とか入ってたりするから。まあなさそうかな、ここには。いて。あ、無視しよう、あいつ。ガンガン進むぞ。27階で、これが28階。よし。ほい。お、やったー、はしご早速ある。ラッキー。ちょっと軽く見てから行くかな。もう午後7時だもんね、外は。なんもないといい。あ、トロッコ系か。トロッコ系は、このレールをかけていくと、石炭が詰まったトロッコがあるはず。よいしょ。樹液。あった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 。石炭。よし。石炭ゲットゲットゲット。木箱になんかアイテム入ってろ。お、トパーズ。いいね。バシバシ。まあこの敵を倒した回数もカウントされてて、それに乗じた報酬ももらえたりするから、見つけたら倒す方がいいんですけどね。おお、これなんだ、持ち物がいっぱい。まあいらないのは虫の肉、ゴミ箱に。これ何、フォレストソード。え、レベル5の剣だって。今使ってんのレベル2の剣だよ。4から8のダメージ。うわ、やばい、超いいアイテム手に入れた。8から18のフォレストソード、やったー。しかも付加価値あるし、やば。速度がプラス2で防御も上がるんだ。ガード、あ、ガードもあったんだ。そうだ、なんか危なくなったらガードしてもいいのか。やった、フォレストソード超ついてるじゃん。よかった、やっぱあれだな、動き回って一応探索した方のがいいんだな。ふふふ、ほい、はい、採掘採掘、採取採取。オッケー、ないか。おっしゃ、入ったー。これで30階まで来たよ。あと30階はお宝なしか。午後9時50分。こっから5回、もう1回連続は厳しいからもう帰ろう。30階まで来れるようになりました。もうちょっとで40階まで。さあ帰ろう。よしよしよし、今日はだいぶ進んだんじゃないかな。え、まだやってくれてるの？ロビーマジ？11時だよ。工事中。寝た。立って寝た。ロビンが働き者すぎて怖い。なんか申し訳ないな。スライムに銅鉱石にアメジスト。まあ、鋼鉄の剣はいらなくなった。やった、フォレストソードが今日の大発見だな。まあ、水晶もまあ、じゃあ入れとこう入れとこう入れとこう。これも入れとこう。石炭も入れとこう。入れとこう。トパーズ2つ。まあ入れとこう。チリもまあいいでしょう。こんな感じで。じゃあ寝ましょう寝ましょう寝ましょう。ロビンおやすみ。寝るときうるさいからちょっとカンカンしないでね。鬼か。お、戦闘レベル。プラス5だね。上限 HP が。で、ライフエリクサーっていうのが作れるようになった。オッケー。まあ、今日は全然あれだからな。ウニがやば。ウニ1個で160円か。やばいね。で、180円。おはようございます。春が27日目。なんだ？って。雨か。占い情報を見るかな。明日は晴れると。占いは、セレたちの機嫌がいい。っていうことは、海に一回行ってみる価値はありそうですね。ロビンやって、わ、ロビンやってるやってる。お、パースニップ。金のパースニップ。肥料撒いたんだぞ。ダメか。肥料撒いたけど、一個か。一個だけ金のあれになったか。で、カリフラワーも。よいしょ、よいしょ、よいしょ。で、これで、とりあえず、夏。もう2日したら夏になっちゃうから、まあ、新たには植えずにってことでいいかな。うん。
で、カリフラワーも納品に行かなきゃいけないけど、まあいいかね、ロビン。ちょっと待って、私にはやることがいっぱいあるの。柱が2本立ってるけど、これ一体いつになったらできるんだろう。あれ、今のスピードで言ったら1ヶ月くらいかかりそう。旦那さんに手伝いに来てもらえばいいのにな。まあいいか。よし、じゃあ海行きます。海は広いな、大きいな、行ってみたいな、ふふふんふんふん。海は、え、雨でご機嫌がいいんだよ、精霊の。あった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 、サンゴ1個、もう1個ぐらいあるだろう。うわー、マジかよ。よし、今日で40回までいけるかな。はい、30、え、あ、なんか雰囲気変わった。鉄出るかな。え、何、あ、なんかいんのか。なんかいる、なんかいたぞ。ちょっと松明必須だ、これ。気を持ってきてない。暗闇がきついか、ここ。これは早々に諦めた方が良さそうだな。とりあえず松明持ってこないとダメだっていうのが分かった。これはリタイア。一日無駄にしちゃってももったいないし、出る。ちょっとここはリタイアします。ちゃんと持ってこよう。よし、はい、どうも鍛冶屋さんと。ジオード加工、これお願いします。何かな。石かよ。石だけか。チェ、ギュンターの鑑定品でもないしな、何もかも。なんだよ、残念。こういう時は釣りかな、やっぱり。コクチバス、アロサ。へえ、アロサだって。アロサ、よしよしよし。ちょっと待て、なんだ今の魚、すごいのいるぞここに。よしよしよし、コクチバス。なんだこの魚、すごいのがいる、ここに。ここにすごい魚がいるぞ。コクチバス。はい、アロサ。アロサ。うん、プリーム釣れた。雨の日はいいな。これだよ、これ。こいつ。よし、捕らえた。捕らえたぞ。すごい動きするけど。うわ、ちょっと待って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 。なんだよ、あの動き。なんなんだ、あいつ一体。すごいのがいる、この川に。よし、いっぱい釣った。とりあえずこれくらいでいいや。あとは農場に帰って木をちょっと切ろうかな。とまあ、こう口はさ、いつでも釣れる。ブリーム、ブリーム1匹だけか。そっか、アロサも1匹取っといて、こう口は全部。コウモリの翼は取っておこうかな。とよし、寝よう。よし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 。ちょっとまあ、お金稼ぎにはなったかな、今日は。おお、なんだ、レベル3。上路が熟練された。クワが熟練された。蜂の巣箱っていうのが作れるようになった。ぐんぐん伸びる。牧場主のランチ。あ、なんか結構いっぱい。あ、レベル3になった、釣りが。あ、カニカゴっていうのができるようになった。お魚定食。このカニカゴって納品で使うやつだな、きっと。まあ、魚、うわ、400。コクチバスとアロサ。アロサ1匹60円か。なるほどね。よしよしよし、500円。結構がっぽりいったんじゃね。もう4000円をこないだ鳥小屋に使った割には今いくらだ。もう2000超える。いや、もう1900。おはようございます。かなりいい調子。いいんじゃない、これ。ソースの女王。はいはいはい。なんかいいかな、レシピ。オムレツのレシピは覚えた。っていうか、料理はどこでやるんだろう、これ。オムレツのレシピはいいんだけど、料理はどこでするんだ。クラフトとは違うんだよな。なんだろうな。ライフエリクサー。うお、 HP を満タン回復。あとはカニカゴ。鉄の延べ棒か。まだ使えないんだよな、鉄の延べ棒。手に入れなきゃ。今日こそはじゃあしっかりと採掘してこないとな。松明も持ったし、いいでしょう、これで。うん。で、回復用のアイテム2つ持って、まあ、余計なの持たなくていいか、もう。うん、これも置いてっちゃおう。ここら辺を使うかもしれないな、もしかしたら。うん、これでいいや。とりあえずこれで行っちゃいます。なんか春にしかできないことやり残してないかな。大丈夫かな。お、え、出来上がってんじゃん。わお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 、出来上がってる。鳥籠が、鳥小屋が結構ボロいけど。
出来上がってる出来上がってる。どうしたらいいのこれ。卵買ってくればいいのかな。ちょっと先輩牧場のところまで行くか。先輩牧場さんに。よし、9時になった。行ってみよう。こんにちは、と。卵ください、鶏。動物を買う。来た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 。800円。よくケアされたオンザロ鶏は毎日卵を産みます。オッケー。買う。新しい鶏を入れる小屋。これ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 。名前をつけてください。お、いいね。何にしよっかな。よし、鶏だからこれでいいか、名前は。よし、オッケー。毎度どうも。ヨッピーはすぐに新しいお家に送っておくね。オッケーオッケーオッケー。動物を飼う。鶏、あ、また飼えるんだ。庭ぐらい買っちゃってもいいかな。800、800か。あとは動物小屋、動物小屋、特大小屋、いろんなのが必要なんだ。へえ、あとじゃあ物資は？何、ミルク入れ、おはさみ、ヒーター。小屋を温め、冬でも動物たちの暮らしを快適に。あー、そういうことか。干し草、動物の餌になる。じゃあこれ買っとくか、餌を。3つぐらい買っとこうっと。じゃあこれでいいや、とりあえずありがとう。なんとなく分かってきた。え？何？上、臭い。上にいる。お？子供じゃ開けらんねえだろ、ヴィンセント。なんで鍵がかかってるんだろう。僕、下水道を探検したいのに。うわ、臭そうだな。鍵ならきっとギュンターが持ってるよ。へえ。ギュンター教授、あの博物館のおじさん？なんでそう思うのさ。一度ね、あの人がポッケから錆びた大きな鍵を落っことしたのを見たの。あの鍵、この不気味な下水道の扉にぴったりだと思うんだよね。なるほどね、子供なりの推理だね。ん？何？ビビった。変な音が鳴った、下水道の奥から。中に何かいる、動いてた。上にいるし。なんだなんだなんだ。てんてんてん。うわ、なんだこのイベントは。ちょっと面白いぞ。じゃあまあ後でギュンターに会いに行くか。まあいいや、今日はそれどころじゃないんだよな。ギュンター悪いけど。鉱石採掘に行きたいと思います。目指せ40回。もう光源も手に入ったしね。頭に松明突き刺しながら動いていきたいと思います。よいしょ。あ、ペニーだ。ペニー、こんにちは。今日の天気は興味深いと思わない。なんで？なんでもない。いや、そんなペニーには樹液をあげよう。うわ、ごめん、私これ大嫌いなの。しかしシステム上はペニーの好感度は上がっていますよ。30回で、これで31回で、これで明るくすると。オッケーオッケー。これでわかるな、はしごがどこにあるかとか。もう11時か、帰るしかないか、くそ。まあ35回までいった。もうちょっとで40回で、鉄鉱石、初めて鉄鉱石手に入れた。まあこれ何個も手に入れないと延べ棒はできないんだろうけど、鳥小屋の近くも明るくしといた方がいいか。えい、いんのかな、鶏。あ、いたいたいた、寝てる。ヨッピーは寝ようとしている。よし、寝とけ。まず自分も寝て回復しないとな。よし、とりあえず結構鉱石で先進んだから寝ます。特別、そういえば何にも報酬納品してなかったな。自然と暮らそう。いよいよ夏。そうだ、今日から夏の1日目だ。新しい作物ができる。あ、そう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 、そう言ってたね。占いはとても幸せ。お、夏はちょっと緑色が薄い黄緑色な感じになるのか。枯れちゃったってことかな、これは。夏になると枯れちゃうんだね。あー、枯れちゃった枯れちゃった。これはどうしたらいいの。クワでどうにかするしかないのかな。夏だぞー。あ、ジャスの誕生日で、リアとかの誕生日は来てないんだ。ほうほうほう。じゃあ夏の種もらおうかな。メロンの種、あ、そっか、メロンが植えられるようになったんだ。おお、トマト、いいねいいねいいね。で、ブルーベリー、あ、これポコポコ買ってたらお金がなくなっちゃうな。じゃあブルーベリー2つ買う。唐辛子、小麦、
ラディッシュ、ポピーシード、スパンクル、ポップサイ、ホップ栽培キット、トウモロコシの種、ひまわりの種、小麦粉、あ、なんかいっぱいあるぞこれ、いっぱいあるぞこれ。この何回でも収穫できる系、最初の後も繰り返し収穫できる、これ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 、これは買っといた方がいいっていうのがね、わかった。11日かかるが、そうそう、ホップだとかね、こういうのをね、どんどんいっぱいいっぱい収穫できるやつは買っとくのがいいのか、いいの感じ。よし、帰ろっと。40回行きたいな。とりあえずこれ植えたら鉱石採掘行くか。あともう5回行けば40回だもんな、目標の。よいしょ、こうしといて、また作ろう、クラフトで。で、メロンの種、メロンの種、きた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 、これをやっと植えられる気が、き食べない、これをやっと植えられる時が来た。よいしょよいしょよいしょ、あ、夏になるとアイスが、あー、これが嫌いな人なんてそういないはず。なるほどね、アイス買いに来たのかな。あ、そういうわけでもないんだ。いい感じに日焼けするわよ、さすがギャル、さすがギャルだな。はい、こんにちは。ジオード3つ持ってきたよ。何かいいのやってくれ。なんだこれ、うんこ、何これ、泥岩、泥の岩か。うーん、アースクリスタル、鉄、鉄だろうな。なんだこれ、なんだこれ、スライムの化石、鑑定品かこれきっと。よし、じゃあギュンターに早速持っていこうっと。あ、泥岩、泥の岩も鑑定品だ。寄贈、はい、寄贈、報酬、来い、来たー、報酬、何くれんの、なんだこれ、スターフルーツ、夏植え、よし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 。かなり今日は来てるね、農作物系が。まあ諦めるかな、あれは。鉱石採掘は今日は行かずににしよう。やべ、クワ持ってきてない。あ、なんだ。あ、夏だからそう。なにこれ、拾える。レインボーシェル、とても美しい貝殻。絶対いいやつじゃないこれ。いっぱい、やっぱ初回サービスあるよな、これ。あ、来た。アサリ加工ホタテ。夏はいっぱい取れたりする？よし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 。1234、わー涙。ははははは。1234、わー涙。って言ってる。大きくなったらお兄ちゃんみたいになりたいな。うん、じゃあね。だって。くちばし生やしたいのか、お前。アフロはそう難しくはないと思うけど、くちばし生やすのはなかなかですよ。サンゴー、ないじゃん。他にはレインボーシェル絶対高いよこれ。売りたいな、がっぽり儲けるために売るか。また取れんだろ。カニカゴが作れるようになったって言った。ああ、だからそっか、鉄の延べ棒か。ああしまった、だから鉄が欲しいから、やっぱり結局次の段階いろんなもの進めるためには鉱石が必要になってくるから、40回以上先に進まなきゃダメなんだな。あ、夏だとなんか雰囲気が違うな。スイートピーとか落ちてないのかな。あ、ディメトリウス、悪役の名前みたいだよな。まずは水槽、水槽アロサ入れる、オッケー。あとナマズとタイガートラウトか。ブリーム、あった、ブリーム入れた。よっしゃ、アサリを入れる。よしよしよし。カリフラワーとパースニップ入れた、揃った、ギフトセットコンプリート。何もらえる、報酬、おお、ぐんぐん伸びるが20個、葉の成長を促進し作物の成長速度を少なくとも 10% 上げる、耕した土に混ぜて使う。あ、しまった、もう種植えちゃったけど、まあいいや、次からだな。お、何、ここ入れたからまた新しい、ああ、また新しいのが増えんのか。なんだ次は。いきなりこれレインボーシェルとか要求してこないでよ。今入れちゃったからね、レインボーシェル。大丈夫かな？もうレインボーシェル入れちゃったけど。ボロボロだな、本当にここ。あ、延べ棒シリーズか。ほうほうほう。スライム。
コウモリの翼、光の結晶、闇の結晶、これは分かんないけど、あ、トロッコの修理してくれるんだ、これで簡単にいけるんだ。これ必要だな。ここ2つ、どれか2つ入れればいいだけだから、コウモリの翼とスライム、これにしよう。これなんかすごそう。闇の結晶、光の、でも2つだからなんとかなりそう。水晶とアースクリスタルは入れられるな。あー、イエティの涙は分かんないな。ファイヤークオーツも分かんない。なるほど、ここは簡単そうだ。よっしゃ、スライム99個とコウモリの翼、オッケー。とりあえず今日はこの辺で寝ましょうかね。やっぱり鉱石進めた方がいいっていうのが分かったから、今日はこの辺で。さあ、レインボーシェルはいくらだ。うわー、すげー、1000超えた。1574。まあ、カリフラワーでかなり稼いだかな。そしてこれですよ、レインボーシェル300。やっぱ高かったな。よしよしよし、がっぽり儲けました。1500円。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。再生リストはここら辺。チャンネル登録はきっとここら辺にあります。他のチャンネルはこっちの方です。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。